皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もオセロリアで遊んできます。さあ2日目ログインですね。お、汗ば朝ログインボーナスありましたね。すっかり忘れてましたね。今日日曜日なので早いんですよね、朝起きたの。普段遅いんですけど、10時11時に起きるんですけど、今日は朝の7時に起きましたからね。なんか喋っていらっしゃった。あ、そう、オセロニアガイドですね。この前の続きですね。迷ったらここ、基本をマスターしようと。全制覇で星のかけら117個よと。ボンドの数、108個でしたっけ？なんか、近い数だと、ボンドの数かなって一瞬思いますけど。さあ、ミッション報酬獲得？キングゴッドタートル。5個ですね。何に使うんですかね。昨日私タルト食べましたけど、まあ、関係ないですけど。デッキ編成を知ると。そう、なるほど。まだ無知ですから、ちょっと知らないといけないとダメですか。デッキ作りたいと。どうするんですかね。そもそもデッキって私持ってるんですかね。大体パックとか買うんですか、カードゲーム遊ばれてる方って。カードゲームほとんど遊んだことないですからね。コストの中で決めると。あ、そういえばでも、この前 S プラスの子、あれですよね。ゲットしたから、いないんですけど。おすすめ編成しますか。お、OK ですか、これで。じゃフォーム画面戻ってあれですかね。プレゼントボックスに入ってるんですかね。いちごフェスタとかなんかありますね。おー、たくさんありますね。チュートリアル突破記念が。この前来られた方いらっしゃらないですかね。全種受け取りと。お、一回で受け取れなかった。さあ、家では戻って、駒箱ですか？デッキ編成。こちらですか？S プラスの方いらっしゃらない。まあ、いずれ出てきますか。オセロニアガイドで、クリアでしょ？クエストのエリア1をクリアすると。なぜかあれですよね。LINE さん方式みたいな。皆さん、旅の準備は整っていますかと。すごい、何人ですか？グループチャットですか？これは。お、スタンプがある。さあ、挑戦しましょう。強力な駒を集めながら基本の戦い方を学べと。やっぱオセロが上手な方の方が有利っぽいですよね。さあ、行きますか。デッキ決定でいいんですかね。じゃあ何人ですかね、人数デッキの。バトル中の駒の真下にある ATK アタックってことですか。数値が駒の攻撃力を表していると。あ、スキルもあるんですね。何ターンか経つとスキル使えるとかそういうパターンですかね。おっと。もう終わりかけですよ。受け聞き見えない顔だな。旅のもんかと。どうやらその感じは丸腰みたいな抵抗する気かなと。あれ？何これ？ああ、ちょっと、下にキャラクターいないと思ったら、焦りましたね。いなくても戦えるのかなと思ったけど、おすすめ。この子ですか？何これ？全部、ひっくり返りましたけど、ちょっと私が行けばひっくり返りそうになりましたよ。椅子に座ってるんですけど。むしろ何もしてない、何もしてないんですけど。さあ、レベル上がりましたね。何ですか？こちらの方。お化けと骸骨を合体させたような。なんか卵から出てるとあれです。モンストさん思い出しますね。さあ、クエストクリアと。まあ、今のクエストなんですか？クエストかどうかわかんないぐらいのか、あれでしたけど。
1クリアしましたよね。あ、駒強化したいですね。親子ですかね。ゴッドタートルお父さんですか。あ、駒のところであれですか。でもちょっと所持駒みたいですね。あ、やっぱいますね、Sクラス。アズリエルちゃんですか。強化と。これもしかして、さっきのホストが大きすぎて足りないとかいう、そういうことですか。もしかしたら。もしかしてだけど、と。コストが高すぎて入れないんじゃないのと。そういうことだろと。さあ。おお、成功。失敗あるんですかね。大成功か成功かみたいな感じですか。ああ、同じ駒同士で合成するとスキルレベルがアップするかもと。お、一個ミッションクリアですか。コストが144でしょ。やっぱこの中にいないですね。デッキ倉庫。コスト見ますか。コスト20ですか。じゃあコスト20なら、デッキ編成できると思うんですけどね。ATK。あ、これだと選べますか。ということは、この C のところに入れますか。よし、入れました。バッチリです。で、リーダーにして、リーダー変更で、アズリエルにして、お、A プラスの方もいらっしゃる。しかもレベルマックスですね。さあ、これで勝手に保存されるんですかね。さあ、ではまずはガイドですか。この動画とかなんですかね。ちょっと左上見ますか。ニュース。イベント。コミュニティ。おー、YouTube さんでライブされてるんですね。私今あと2ヶ月間ライブできないんですよね。いや、私も早く再開したいですね。9月8日予定ですからね。さあ、では、ミッションじゃなくて、どこでしたっけ。あ、ガイド、オセロニアガイドです。クエストに行きましょう。バトルの基本といえばやはりコンボだなと。ひっくり返す時にキャラコマとキャラコマで挟むと発動するあれですねと。でもみんなキャラいるんじゃないですかね。オセロって挟むから必ずコンボになるわけじゃないんですかね。謎ですね。さあ、ではコンボですか。次は、バトルコインを持っているとショップで強力なコマと交換できると。ショップでも購入できるってことですか。プラスゴマを使って強化すると、ランクがプラスってことか。 A プラスとか。お、私ですか。オセロニアンっていうんですか。コンビネーションが勝負の鍵だっけと。さあ、行ってみましょう。りの時間だぜ。いや、バズリーちゃんだけなんか鬼強いなんですけど。おすすめ駒を順番に置いてコンボをつなげていこうと。さあ、エネミーターン。おすすめこの子でしょ。お、ヒールいいですね。相手パス、あ、置けないからってことですか。確かにありましたね。パスとか。あ、もう相手置けないですね。さあ、じゃあ行きましょう。じゃあ、おすすめの子で行きますか。
おお、コンボ。あー、確かに斜めとかありますね。あ、相手1個だけ残ってる。さあ、ステージクリア。お、ランクも6ですね。体力全回復。いいですよね、レベル上がったら回復するから。まあでも途中からもうレベル上がりにくくなりますからね。体力回復するの時間か、あとはアイテムとか使わないといけないですよね。さあ、ということでこちらクリアですね。ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。